もっと回してもっとぶつけて最強の衝動手に入れるんだ。俺とお前の固い絆で立ち向かえ。熱戦続く大会もついに今日がラストバトル。泣いても笑ってもこれが最後の大一番だ。果たして最強ブレーダーの称号を手に入れるのは黒金ゼロ選手か葉山キラ選手か。運命の時は刻一刻と近づいているぞ。もう何やってんのよゼロは。早く来ないと間に合わないっすよ。おいゼロはまだか。試合が始まっちゃうっしょ。それがまだ。ちっ、このままでは失格になってしまうぞ。僕探してくるよ。あれは？ん？ゼロ！悪い、待たせたなみんな。さあそれでは両選手の入場だ。ついに来たね、この時が。もうすぐベイブレードの歴史が変わる。これからのベイブレード界を仕切っていくのは WBBA なんかじゃない、僕たち DNA だ。そのためにも僕の力を存分に見せつけてやらないとね。誰もが恐れおののき、ひれ伏すような圧倒的な力、期待しております、キラ様。ゼロ、よかった、間に合ったのね。キラよく逃げずにやってきたね、黒金ゼロ。君も飛龍院忍と同じ結果になるのは目に見えているのに。忍は自分が犠牲になってまで俺にお前の必殺天気を見せようとしたんだ。忍の思いに応えるためにも俺はお前を倒す。俺たちのしてきたことが無駄かどうかこのバトルで証明してみせる。今日こそ決着をつけるぜキラ。ゼロのやつ吹っ切れた目をしとる。昨夜何かあったのか。どうやら余計な心配だったようだな。今のゼロなら大丈夫だ。ええ、迷いのないいい表情だわ。勝てよゼロ。そんなやつやっつけちゃえ。頑張るっす、私たちがついてるじゃん。早くも熱い火花を散らす両選手。さあいよいよ決勝戦のスタートだ。くそ、出せ出したがれ。こんなところに閉じ込めるなんてひどいね。ちょっと開けなさいよ男子。エクスキューズモグレイシーズの皆様、試合が終わるまでは出さないようにとのキラ様のご命令ですので。なんだと？誰がてめえを復活させてやったと思ってんだ。まあそう興奮なさらずに、ここは私たちも心を一つに DNA の若きリーダーを応援しようじゃありませんか。リーダーだと？どうすんのよ兄さん。くそ、ふざけやがって。この戦いは俺一人の戦いじゃない、忍やみんなの、俺たちの戦いなんだ。みんなのためにも俺は勝つ。心から勝ちたいと思った時にこそ何も考えず、ただ目の前のバトルに集中すればいい。何も考えず。そうだ、これまでやってきた自分の全てを信じ、イフライドを信じて。純粋にベイを愛する心があれば自ずと道は開けるか。頼んだぜイフライド。
相変わらずアイダの魂だの、そんなくだらない妄想で勝てると信じているんだ。なら君の大切なベイと一緒にその臭い妄想も粉々に打ち砕いてあげるよ。ベイは力こそが全て、それを全世界のブレーダーに思い知らせてあげよう。行くぜキラ、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。さあついに始まった世紀の一戦、先手を取るのはどっちだ。行けイフレド。さあショーを始めようか、バハムディア。やっぱすげえパワーだ。まだまだ、これからが本番だよ。休む暇なんて与えないよ、バハムディア。イグレド、なんとハムディア、いきなりパワー全開。容赦ないメガトンアタックが次々にフレードに炸裂。これはすごい、黒金ゼロ選手打つ手なしか。くそ、ゼロ、まずいぞ、このままでは。なんとかするっしょ。頑張ってゼロ君。どうしたの、反撃してきなよ。こんなことじゃ観客が満足しないよ。くそ、このままやられてたまるか。諦めたらそこで終わりだ。だが最後の最後まで諦めなければ必ずチャンスはやってくる。頑張れイグレード。そう来なくちゃね。あれは忍の幻惑殺法。ゴレイムと戦うときに忍やレンとした特訓が生き出す。よし今だ、走れイフレド。出た、ゼロの得意の戦法っす。よし、バハムディアを引きずり上げてやるじゃん。走れ、もっとだ、もっと早く。ほう、ここで勝負に出たゼロ選手。イフレードの必勝パターンにあのバハムディアが引きずり上げられていく。いけ、必殺的にバーニングアッパー。よし決まった。でもに決まったイフレードの必殺転技。しかしバハムディア、トラックのスパイクでこれを耐えた。バハムディアにはこれがあるっす。そんな仲間の得意な戦法から、その仲間と共に編み出した必殺転技で一気に決めようとしたんだろうけど、残念ながら無駄なあがきだったようだね。どう、これで分かったろ、仲間だの絆だの、そんなものは絶対的な力の前では何の役にも立たないって。バハムディア。あ、イグレード。甘い、甘いんだよ。君にできる技ぐらい僕の絶対的な力をもってすればたやすいことさ。イグレード。そうさ、君たちの言う仲間や絆の力なんて僕の前では何の役にも立たない。甘いんだよ、君も WBBA も。力のないものがどんな理想を語ったところで、そんなものはただ虚しいだけだ。
実際に世界を動かすのは力だよ。絶対的な力こそが正義なのさ。これからのベイブレード界に必要なのは、君や WBBA の言う甘っちょろい友情やベイ魂なんかじゃない。全てのものを圧倒し従わせる強大な力だ。誰も逆らうことのできない強力なリーダーシップだ。力なき者は僕に従え。この圧倒的な力を持って僕がベイブレード界をリードしてみせよう。そう、僕こそが新時代のベイブレードのルールとなり法となる。やつに従えだと。何がルールだよ、勝手なこと言っちゃって。力づくで世界中のブレーダーを従わせようというのか。そんな、ほらどうしたの。悔しかったら反撃してきなよ。それが君たちの限界だ。これからはこの僕がベイブレード界を支配する。楽しい日も辛い日もある。笑いたい日も笑えない日も、元気な時もそうじゃない時も、俺は今日も笑顔で頑張ります。強がる日も弱い日もある。乗れてる日も乗れてない時も、ついてる時もそうじゃない時も、曇り空でも晴れると信じて、この夜空に願いを込めて祈ります。君が明日も笑っていられますように。流し込む涙の数だけ強くなれる。そう信じて空を見上げてこう。今日がダメだと思っても明日につながるダメだから、上を向いて笑って Here we go。 上を向いて笑って Here we go。 くらえキラー、これが俺たちの熱く燃えるベイへの思いだ。次回魂の一撃にゴーシャー。